どうもマックスゆきでございます。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます、本日の動画なんですけれども、大食い感ゼロでお送りさせていただきます。インタビュー動画になっておりますのでよろしくお願いします。で、いくつかちょっと先に申し上げなきゃいけないことあって、大変申し訳ないんですけれども、ちょっと外でできる限りカメラのマイクかノイズキャンセルとか使ったんですけれど、どうしてもちょっと風の音がかなり入ってしまっていて聞こえづらい感じになってしまっています。申し訳ございません。で、インタビューの相手にはマイクつけてるんですけど、僕がちょっとつけてなくて、ちょっと僕が質問してる声がちょっと話してる声と違くてちょっとちっちゃいんですよ。なのでちょっと全体の音を上げているので、ちょっと場合によって音割れというか、まあ音声に関してかなり、ちょっと不愉快な思いをさせてしまう可能性があるのを先に、お詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。で、火力カットとかはしてるんですけれども、その現場の雰囲気、空気感みたいのも、楽しんでいただきたくて、間だったりとか、その人が話す間だったりとか、なんかそういうものをちょっと大事にしたいなと思ったので、そういう編集にしております。要は簡単に言うとほとんどカットしないという感じで、はい、なっておりますのでよろしくお願いします。それとカメラの画角というか、ちょっと映像がたまにカクカクってなったらちょっとブレたりする場面があります。それも合わせて、もうお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません。はい、ということで、どうしてもちょっと見にくい、かなり見にくくなってしまってる部分はある動画なんですけれども、僕なりにちょっと、はい、楽しんでいただけたらなと思いがかなり強いので、はい、もしよろしければ最後までご覧ください。そしてこの動画の感想をコメント欄にぜひぜひいただけると嬉しいなと思う、そんな本日の動画でございます。それではなかなかないインタビュー動画どうぞ。はい、変わりました。はい、ということで本日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。本日、ちょっとこういう動画を撮らせてもらうにあたりですね、なんで僕がそもそも撮りたいかというと、はい、お二人を語る上で欠かせない大食いを、はいはいはい、歴史があると思うんですよ。はいはい。なので、まあ、簡単でいいんですけど、まず山本さんの方から、はい、デビューの、時の、デビューの 年代か、デビューの年、はいはいはい、からちょっと軽くに大食いを歴史。そうですね、僕初めて出たのが18ですね。18歳で、まあ、その時はドクターストップで途中で終わって、そうですね、その次もう何年か覚えてないんですけど、出た時に優勝したって感じですね。18歳の時に出られてから、はい、いろいろその柴田さんだったり池谷さんとか、まあ、泉さんとかいろんな方と戦っていくわけじゃないですか。はい、まあ、近年2020年は置いといて、その前って一番最後に出たのいつになりますか？あれが木下くんとやったのが最後なんで2012年ですか？12年です。2012年ですね。で、最初に出会ったのって何年？その前ですよね。その一つ前、僕がリタイアっていうような形で。何年後？あれ一つ前、11ぐらいでしたよね。確か11か10かどっちかぐらいだったと思います。その時の最初に見た山本さんの木下さんに対する第一印象ってどういう感じだったんですか？いや、その時はね、途中でリタイアされたんで、木下さんが、はい、それは横浜からチャーハンのやつ。あ、そうですね、あんかけチャーハンじゃないですかね。金髪だったんです。そうです、そうです、はい、なんであんまり絡みなかった。そうですね、そこまで怖いなっていうのもなかったですね。あの時、まあ、池谷君が出てたっていうので、そっちの方にばっかり気は入ってましたね。その時ってちなみに木下さんのなんかスペックじゃないですけど、戦闘能力みたいなのもじゃあ、特には知らずにっていう。そうですね。じゃあ、すみません、じゃあちょっと木下さん、お願いします。近年の大食いは別として、デビューの時から一番最後に出た大食いの大会までちょっと教えていただきたいんですけど。僕は11年でしたかな。その、池谷君とキングさんのこのツートップが争ってる時に、僕が、その、もともと暑さに弱くて、それで、まあ、11年でリタイアして、12年かなんかで確か這い上がってきたっていうか。うん、じゃあ違う、もっと前ですね、多分、池谷君じゃ。だってその前に優勝されてますもんね。そう、11年に多分12年に優勝ですかね。ってことはじゃあ、あのチャーハンもっと前ってこと？もっと前ですね。金髪の時の。
イテヤ君が引退の時ですから、うん、13年ぐらい、いや、もっと前ですね。2011年とか、あのプール入った時ですかね。はい、菅原さんと山さんの、そうですね、うん、決勝が3人の時だったんで、あれどれぐらいですかね、もう。まあ、結構前、結構前ですね。その時、そのデビューしてから木下さんが山本さんに会った時の第一印象って覚えてます？もう、まあ、圧倒的なもう強さしか感じなかったんで、僕はもう多分もともと勝てないとは思っていたんで、自分にできることはまあやり尽くそうとは思っていたんですけど、やっぱその思いはやっぱり届かず途中でリタイアっていうような形で、そこからもう本当にずっと、もう今もそうなんですけど、ずっとトレーニングの毎日ですよ。ああ、だって言ったって、大食いだって、うん、歴結構あるじゃないですか。そう、ずっとやってて、だからつい最近、そのデカ盛りハンターさんにもう本当に、川田入君と一緒に組まさせてもらって、もうそれがほとんどテレビ出演みたいな感じなんで。100万円の企画のやつですか？そうですね。賞金稼ぎ。そうです。それ以外はもう本当に出たことなくて、ずっとトレーニング。もうとにかく大食い人生、それまっしぐらで。だって木下さんが最後に大食いを出たのって、あの山本さんとあの味噌ラーメンの大会の時、そう、近年のあれ抜いたら、そうですね。その間もずっとじゃあトレーニングしてる。ずっとですね。すごいっすね。だから今頃になって、まあ今も衰えてないんですけど、さらに強くなってるような感じで、うん。もうじゃあせっかくもう話に出ちゃったんで、ちょっと僕がこの動画を撮りたいと思った一番の核心の話題にちょっと触れたいんですけど、はい、その山本さんが、はい、大食いの大会で最後決勝で木下さんとあった、あの、はい、味噌ラーメンの軽量勝負になった回あったじゃないですか。はいはいはい。あの時の決勝の話をちょっとお二人にちょっとお聞かせ願えればなと思うんですけど。ああ、なるほどですね。そうですね。逆に今度木下さんから聞きたいです。僕はね、多分ね、キングさんがあの結構ああいう今もそうなんですけど、あの結構顔に出ないタイプなんで、ずっと同じペースで食べてて、ね、それを僕を大急ぎで追い上げてたっていうか、あのこのままじゃあの時間が間に合わないっていう形で、だからただがむしゃらにとにかくある丼ひたすら食べて追い上げてて、てでも食べ方がちょっと雑だったのもあって、まあ丼が抜いてたんですけど、残ってたその残量で勝敗が僕は負けちゃったっていうような形ですね。でもずっと追い上げてたっていう感じですよね、確かに。予選とね、本戦戦ってて、じゃあ決勝、うん、明日決勝ですっていう、その前の晩のとかって、どんなこと考えてたんですか？まあ、当然やっぱ敵はね、山本さんって、まあ。そうですね、もう山本くんが圧倒的に強い存在なんで、僕にとっては。もうアンジェラさんですね、もう一人。お二人にはもう勝てるっていう気持ちはあったんですよ、その大会本戦。予選から本戦準決勝まで行った段階で。そうですね、僕の中ではそのもともと僕あの長距離っていうか1時間半かかっちゃうんですよ、お腹満たすのに。それを45分とか1時間でっていうのは多分無理だと思うんで、それをもう頭に分かっていたんですけど、やっぱりその体がついてこない。あの今もそうなんですけど、結構ハイペースバトル最近多いじゃないですか。もう限られたその45分とか1時間の中で。でもそれでお腹を満たすのはまず僕は無理なんですよ。あ、じゃあかなり自分にとっては不向きな。そうなんですよ、もともとが。体もあったけど勝たなきゃっていう。そうです、そうです、その思いだけで、うん、やっぱ不安は あったと。不安はありますね。で実際その決勝をやって道中いかがでした？開始の用意スタートドンドンからいただきますから最後の終了のとこまで試合運びという。そうですね、やっぱり結構追い上げてた分もあったんで、お腹は満たされてないんですよ、やっぱり1時間しかないんで。あ、じゃあそうですね、だからすんごくスピードはあの多分最初のペースよりか後半の方が多分早いんですよ。多分食べ方も雑っていうか、もう本当に勢いよく食べるっていうのが頭にあったんで、これではちょっと間に合わないっていう感じもあったんで、まあ、できるだけ100に近づけたらまあ勝てるかなとは思っていたんですけど、届かなかったですね。だから今の今までずっとトレーニングです。あ、うん、まあ今ね、その時の対戦からかなり時を経てなんですけれど、うん、その時、当時のですよ、負けたのが分かった瞬間の
まあ、悔しさもあると思うんですけど、山本さんに対しての印象ってどういう、もう圧倒的勝ったのが山本さんだったじゃないですか。そうですよ、だから圧倒的な存在なんですよ僕にとっては。もう今でもそうなんですけど、いやいやいや、尊敬みたいな。そう、尊敬ですね。もう僕よりか確実にすごい方なんで。だからね、その胃袋を使えれば自分は勝てるっていう気持ちはあったわけですよね。ありましたね。でもまあ、その早くも食べれるし、そう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 、やっぱ尊敬と、そう、圧倒的な存在と余裕でいつも食べてらっしゃるのがすごいですよね。ニコニコしてらっしゃるんですよ。今度は聞きたいんですけど、はい、その予選から本戦含め、準決勝まで終えて、じゃあ翌日決勝だっていう前の晩のことをちょっと思い出していただきたいんですけど、前の晩、はい、アンジェラさん、そしてまあ木下さん、はい、勝てるっていう自信はあったんですか？ああ、でもあの時はありましたね。それは理由は？そうですね、もうあの時僕も何年、 4,5 年ぶりに出てて、そうです、結構ブランクありましたよね、はい、でまあ容量は全然、容量は負けてるなって思ってたんですよ。夜負けてるって、あ、はい、分かってたんですか？それは思ってましたね、あの時。え、その木下さんに負けてる？そうですね、その準決勝まで終わった段階で。はい、はい、なんでそれで勝てると思ってたんですか？ただそうですね、木下くんがそんなに食べるのが早い印象がなかったんで、先行してれば勝てるかなっていうのがありましたね。わあ、じゃああの時の試合運びはもう山本さんは木下さんよりはペース早めて食べきるっていう。あ、そうですね、意識して。で、それまでの試合もやっぱ途中で追い抜かれてたんで、まあ、決勝はラーメンですし、先行してれば、いけるかなっていう感じですか。確かそれまでは多分僕がね、ずっと1-1-1-1。そっか。で、最後ラーメンで山本くんがもう本当にね、最初からすごかったというか。結構びっくりっす。速度上げられないじゃないですか。そうだよね、上げようと思って上げれるものじゃないと思う。まあ全部そうですけど、特に熱いものって、難しいと思うんで。そうなんですよね、おっしゃる通りなんですよ。実際第一印象から時を経て、そのまま大食い王の中でかなり歴史に残る名勝負だと思うんですけれど、はい、戦ってみた後の木下の印象っていかがでした、山本さんの。最初はもう分かんなかったじゃないですか、棄権者から。やっぱりめちゃくちゃ食べるなっていう印象ですね。本当に。ちょっと変な意地悪な質問していいですか？はい。以前山本さんに聞いた容量、昔、はい、あのマックスがあったら出たかったっていう、あのフードボトルのザマックス。ああ、はい。容量勝負。木下さんも大食い会で言ったら容量すごいじゃないですか。そうですね。山本さんが思う人生の中で一番食べた量ってどのぐらいですか？まあ、時間とかあると思うんですけど、まあ、あれですけど、自分の中では12.8 とかです。12.8kg、 体重増加で12.8。体重増加で 12.8 とかですね。じゃあちょっとあれです、木下さんはその点は、どうでしょうかね。僕は家で食べてる分がほとんどなんで、でも多分今デカ盛りハンターさんとか出してもらってて、多分僕は全部僕にとってはトレーニングなんですよ。だからあの後僕普通に4リットルまで飲めるんですよ。あれ食べた後プラス4リットル。だから13とか14ぐらいですかね、食べれるよう。容量。それが僕の毎回の最高記録。人生のっていうか、常に常に毎回の食事がトレーニングなんですよ。だからもう、大食いって結構めんどくさいじゃないですか。ある程度もうここまで食べたら、もう8割9割まで食べると、もう僕にとってはトレーニングなんで、じゃあ、それ100に近づけていこうっていう、いつもそういう考えなんで、なんかせっかくもう1時間食べたんだったら、もうあと30分、40分頑張って食べろよみたいな、そんな感じでいつも食べてます。じゃあ今のお話聞くと、単純な容量だけで言うと、木下さんは13から14って言いました。そうですね。プラスまた2リットルぐらい、2リットルを2本飲むんで、4リットルぐらいまた追加です。山本さん 12.8 じゃないですか。その時点でもう本当に、あれからやばいな、容量が13かな、13。そうなんですよ。今デカ盛りハンター結構無茶振りなあれが多いんですよ、設定ね。だから限界ギリギリなんで、もうそれぐらいやんないと多分普通にクリアできないんで。
シンプルに、はい、どうやって容量を増やしてました？僕はもう言える範囲ですもちろん。ひたすら本当企業秘密の部分になるんで。いやいやいや、ひたすら食べてるだけでしたね。え？ひたすら詰め込んでただけですね。食べ続けると。食べ続けてた。時間はどれぐらい？あ、時間気にしてなかったですね本当に。食べ続ける。食べ続ける。木下さんは？僕は本当はもうずっと今まで固形物でやってきたんですけど、もう最近試されることが多くなったんで、固形物で限界まで行って残り水ですね。ああ、固形を入れられるだけ入れて。そうですね。あとは水は多分本当にある程度は楽なんですけど、でも結構限界を超えやすいんで、だからそこの瀬戸際っていうか、それを毎回一歩踏み込むことによって、その領域展開っていうか、それができると思ってるんですよ。やっぱ最終的なもう本当に大食いのフードファイターのいくつかトレーニングは多分それだと思うんですよ。固形物で限界は見れるんですよね。まあでもそうです。でもそこから先っていうのはなかなか踏み込めないんですよ。自分がどうなっちゃうか分かんないから。でもそれをね、水がね、一気に超えさせてくれるんですよ。はい、その領域の一歩を踏み込んだところまでね、自分をね、高められるっていうかね。確かに水分が入りますもんね。そうですね。最後の最後です。最後の最後は。木下さん、呪術回戦好きなんですか？つぼっちゃった。そうですね、好きですね。ちなみに好きなキャラクターは？やっぱ五条さん。あ、僕、麻痺とかと思ってました。あ、ぽいぽい。麻痺と好きなのかと思ってました。なんか、呪具持ってるんですか？いや、もう。領域展開できるんですか？いや、できないです。ありがとうございます。山本さんは、はい、多分今はその現役の時に比べると大食いに対する感じがちょっと僕的には違うのかなっていう風に見えるんですけど、今の自分にとっての大食いってどういう感じですかね。へー、なんですかね。まあ確かにもう今は誰かに勝ちたいとかないですね。確かに。何がきっかけでそうなったんですか？その選手じゃなくなったんじゃないけど。ああ、もうまあそれきっかけですかね。もう本当に。あ、いや、じゃなく、その引退したっていうあれからですかね。引退してるんですか？引退してます。え？知ってた？いや、知ってた？引退してる、まあ、知ってるってことは、あんま考えたことなかったんですけど。え、どういうことですか、引退してるって。引退っていうか、まあ、テレビ、番組で一応引退とは言ってるじゃないですか。いつですか？結構前じゃないですか。え、その2013年の前ってことですか？あの、2人で戦った前。あ、そうですね。あ、泉さんとかの時代にもう引退してるんですか？城田くんいなくなって、伊藤くん、あれ？いつぐらいでしたかね。でもとりあえず引退、はい。あ、じゃあもうご自身の大食いの選手としての情熱はそこがピークだったってことですか？そうですね。木下さん、先ほどのお話だと、まあ、未だ現役。そうですね、さら、もう今も相当強くなり始めてるんで。それはもう、1年や2年じゃないじゃないですか。5年、10年単位でも続けてるわけじゃないですか。ずっと続けてるんで。それはそのモチベーションってどっから出てくるんですか？僕はね、他の方々みたいに人気とか、このテレビに出られたりとか、全くそういうのがないんですよ。ただそういう人、そういう方々を見てずっと、絶対もっと僕だったらもっとこう、本当になんか数字じゃないんですけど、もっと食べれるような、まあ本当に人気とかはないんですけど、花もないし、でも圧倒的な強さだけを求めてきました。ただ強ければまああと何とでもなるかなみたいな。まあそれを誰かがまあ拾ってくださるっていうか、まあ今はこういういろんなそのテレビ関係のお偉い方々にこう手を差し伸べてくださったりして、まあこういうふうに出られる機会が本当に多くなってきたんですけど、まあやっててよかったなとは思いますね。ただ強さを求めて今までここまで来ました。何に憧れてそういうタイプになったんですか？自分のその大食いに対するスタイルっていうんですかね。いやでもね、今はね結構ね、本当テレビ業界って、まあ見てたら美味しく食べれて、まあ
笑顔で食べ終わって、本当にまあそういうのがまあ定番じゃないですか、6キロとかね。でもね、僕だったらもうこれ10キロとかそれぐらい食べてそういうこと言えたらすごいだろうなと思って、いつかそれぐらいの実力になんか慣れたらいいかなと思って、ずっとそれを。何きっ、じゃあ質問の仕方変えます。何きっかけでそんな数字にこだわるの？数字ですか。やっぱりね。いや、そのね、今の話だと、まあ、美味しく綺麗に食べれる方がお金にはなるわけです。そうですね。そうじゃなくしているのって何なんですか？僕は余談ですけど、僕は小林武さんです、完全に。確かにすごく早くてね。木下さんのそのきっかけはちょっと知りたくて、なんでそういうスタイルになってるのかっていう。まあ、確かに僕もね、小林武さんにものすごく憧れて、でも僕とは全くスタイルが違うんですよね。圧倒的な速さがあるじゃないですか。で、結局、大食いの究極の進化系ですよね。早く食べながらこう、もう、喉を通るように食べていく。そのスタイルはさすがに真似できないなと思って。じゃあそもそも美味しくきれいに食べるものには憧れがそもそもなかったんですか？まあ僕は本当に。なかったし、早く食べれる人に憧れがあったんですか？そうですね。あとはたくさん食べれる。そうです、そうです。あ、本当にスポーツな。そうですね。単純な理由なんですね。足速いのがかっこいいみたいな。そうです。圧倒的な憧れですね。これはもう、なんかしら、あれしてもあれなんで、じゃ最後の質問にしたいんですけれども、お互い、今の自分が見た相手に対しての気持ちというか、もしあれば気持ちを、じゃあまず、木下さんの方から山本さんに。やっぱり、昔からの憧れの存在でもあって、もう今もずっとこうやって、もう、常に一戦で頑張ってらったんで、まあ多分これからもっともっと出てくるお方なんですよ。さらにね。そうそう、さらに。あの時、13年とかもっとすごかったんですけど、僕とか。でも、今からさらに拍車をかけて、もっともっと伸びてくる圧倒的な存在なんで、やっぱ頑張ってほしいですね。一緒になんか、何でもやりたいです。手を取り合って。頑張ります。僕も。よろしくお願いします。声優みたいですね。そうです、そうです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、僕もそうですね、領域展開できるようにちょっと手ぶれるんで、手ぶれるんで、気持ちがね、カメラマンの手がちょっとブリブリになった頑張れたらいいなと思いますね。はい、ちょっと第一線はちょっと難しいかもしれないですけどもしなんかね、お二人でなんか動きがあったら、その時は全然ノリノリで。あ、全然、なんかあれば僕は、はいはい、全然大丈夫です、はい。それ、よろしくお願いします。すいません、長い時間。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。